はい、今回は6月の12日、いつぼ選手2年目の進化ということで、お話を進めていきたいと思います。本編に移る前に一つお願いがございまして、このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録していない方がいらっしゃれば、ぜひぜひ登録よろしくお願いいたします。ということで、はい、今日も本編の方移っていきましょう。6月12日、いつぼ選手2年目の進化ということで、今回はですね、私が最も期待していると言っても過言ではないいつぼ選手のですね、2年目の現時点までの成績について考察をしていきたいなというふうに思います。ぜひぜひ最後までご視聴くださいと。ということで、いつぼ選手、ずっと配信してますので、ファームの情報に関しては、ある程度、ご存知の方もいらっしゃるかなというふうには思うんですけれども、今年もですね、すこぶる順調に来ておりまして、いい成績を残しているんですよね。そのあたりを一緒に共有したいなというような感じですね。はい。はい、まずは最初に、いつぼ選手1年目の成績から振り返ってみましょう。はい、打率はですね、2割4分2厘、三振率は 17.8%、フォアボール率は 4.5%、OPS が652という成績となっておりまして、高卒1年目っていうことを考えれば、これでも十分な成績なのかなというふうには思うんですよね。ただ1年目のですね、春先が打率4割超えたりとか、結構長い間3割キープしていたということもあって、そこの期待値がかなり大きくなってしまったかなということで、最終的に2割4分2厘に落ち着いたこと、あとは三振率ですね。いつぼ選手は高校卒業するまではですね、三振しない男ということで、高校通算でも三振が一つもなかったっていうのが、一つの売りになっておりまして、そういうところから比べるとやや波の成績に終わってしまったかなっていうような感じにはどうしても見て取れるんですけれども、高校1年生、高校卒業して1年目の選手ということを考えれば、合格点ではあったんですけれども、ここをですね、2年目の今年はですね、また大きく乗り越えてきたというか塗り替えてきたような状況となっておりまして、その成績をじゃあ今から順番に見ていきましょう。はい、それがこちらです。まずは打率、2割4分2厘から3割0分7厘に上昇。三振率は 17.8% から 10.8% に低下。フォアボール率は 4.5% から 7.2% に増加。OPS は652から748に上昇しています。ということで、すべての指標においてですね、全部が全部いい方向に振れているということで、打率だけで見ますと、ウエスタンの中でも、かなり上位に入ってくるような状況でして、トップ5には入ってくるような感じとなっております。いつぼ選手、本当にシェアな打撃ということで、コンタクト能力の高さであったりとか、そういうところはいかんなく発揮しているかなというふうにも思いますし、去年みたいに春先のブーストっていうか、4割台近い成績っていうことは、今シーズンに関しては見られなかったんですけれども、逆に安定してですね、ずっと3割前後で、推移していて、非常に波が、大きな波っていうのがですね、去年はあったんですけれども、その波がなく、いい意味でなくなったかなというような感じとなっておりまして、そういうところもですね、ちょっと安定感増したかなというような感じですね。で、三振もですね、ようやく、いつぼ選手らしくですね、17.8% から 10.8% ということで、大幅に改善されているような状況となっております。このいつぼ選手はやっぱりコンタクト能力の高さっていうのが最大の武器でプロに入ったっていうことになりますので、このあたりがですね、2軍ファームといえどですね、体現できるようになったっていうのは大きいかなというふうに思いますし、1年目のですね、春先もですね、15% 前後とかで推移してたんですよね。そういうことから考えると、春先の一番良かった時よりも三振率っていうのは低下していますし、一桁目指してほしいですよね。三振しないだけが全てではないんですけれども、結果的に三振しなくなったっていうことだと思うんですけど、そのあたりはちょっとまた後で、話をしていきたいんですけれども、三振も大幅に減っている。
で今度はファーボール率ですね。まあ、去年はとりあえずバットを振るっていうことがテーマだったのかなというふうに思いますけれども、ファーボールが正直あまり選べていませんでした。それがですね、まあ、今年に関しては 7.2% ということで、ファーボールも増加してきている。まあ、ここから言えるのは、ボールゾーンを振らなくなった。で、ストライクからボールに落ちるような球を我慢できるようになったっていうのが、このファーボール率から見て取れることなんじゃないかなっていうふうに思います。夏場のですね、非常に調子が悪かった頃っていうのは、まあ、本当に落ちる球にですね、簡単に手を出してしまって、空振りしてしまって三振という、まあ、いつも選手のこう一番悪い時のパターンみたいなのがあったんですけれども、それがですね、今年試合を見ていてもですね、見受けられなくなりましたし、まあ、落ちる球もちょっと高くなってくると、この前のホームランなんかもそうですけれども、結構インローみたいな難しい球をですね、まあ、しっかりと振り抜いてホームランもできるということで、まあ、長打はそんなに期待するタイプの選手ではないんですけれども、まあ、時折見せる長打力っていうのもやっぱり魅力的なところかなというふうにも思います。で、まあ、こうなってくると当然 OPS は上がってきますので、まあ、OPS は652から748に上昇していますと。まあ、最終的にどうでしょう。あまり期待をかけるのは良くないのかと思うんですけれども、今シーズン OPS8 前後で終わってくれれば、2年目としてはもう大合格点なんじゃないかなというふうにも思います。まあ、こういった形でですね、いつも選手の基本的な成績は軒並み上昇しているんですけれども、もう少し細かいところっていうのも順番に見ていきたいなというふうに思います。はい、でまあ、先ほどのちょっと補足にはなるんですけれども、三振率、10.8%、まあ、これがですね、どういう成績かっていうと、150打席立っている選手、まあ、いつも選手がですね、まあ、現時点では174打席立っていまして、まあ規定打席にはまだ到達していないんですけれども、その中の全体で見ると、上さんでいうと3位なんですよね。まあ、10.8% っていうのは、まあ、上さんでもかなりトップクラスの成績になりますし、打率ですね、3割0分7厘というのもですね、上さんでは全体5位ということで、非常に素晴らしい成績になっているということが、まあ、こういうところからも、理解できるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、いつも選手、他にもですね、結構変わったなっていうのが、ありまして、まあ、打球の方向とかなんですよね。まあ、去年はですね、大体約半数が引っ張り方向でして、残り3割がセンター、逆方向が 15% みたいな、そういうようなイメージで、打球飛んでいたんですけれども、今シーズンに関して言うと、一番センター方向がですね、多くなっていて、大体4割ですかね。で、引っ張り方向が3割、流しの方向が3割、まあ、こういった感じでですね、まあ、本当に右左まんべんなくですね、まあ、いろんな方向にバットを出せていると。で、まあ、外角の球は当然反対方向ですし、内角ですね、まあ、いつも選手はあの構えがですね、ちょっと内角をですね、打ちづらそうにするっていうシーンがよく見られるんですけれども、その内角に対しても少しずつ対応できるようになってきているかなというのが、こういうところからも見て取れます。あとはいつも選手はですね、まあ、バッティングフォームの中で、まあ、あの構えにプラスアルファで、去年まではヒッチですね、バットをこうピッチャーが投げるまでですね、ゆらゆら揺らすっていうことをやっていたんですけれども、まあ、それをやめたっていうのも一つ特徴になっていまして、まあ、それでですね、ちょっと落ち着きが出たみたいなことを話しているっていうのも見て取れました。まあ、こういった形でですね、細かいところではあるんですけれども、いつも選手、まあ、1年目と2年目でですね、まあ、確実に成績は良くなっていますし、それに付随するような成績ですね、まあ、ボールゾーンのスイング率であったりとか、打球の方向っていうのも、大きな変化を遂げているというふうに言えると思います。まあ、こういった形でですね、いつも選手の成長はですね、著しいですし、まあ、2軍に落ちてきた森下投手ですね、広島カープの森下投手の対戦ではですね、3打数の3安打ということで、まあ、大物からも打てるようになったっていうのは、すごく自信になったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ファームの投手が悪いとか、まあ、レベルが低いとかっていうことが言いたいわけではないんですけれども、やっぱりファームの投手をですね、いくら打ってもなかなか一軍の投手が打てるっていうような結果にはつながりにくいこともあるかなというふうに思うんですけれども、まあ、二軍調整中の投手ということにはなりますけれども、森下投手から3打数3安打っていうのもですね、まあ、非常に大きかったんじゃないかなというふうにも思いました。
はい、まあ、こういった形でですね、いつも選手必ずやですね、来年ぐらいには、一軍に上がってくるんじゃないかなっていうふうに私は思っていまして、まあ、そういう選手をですね、まあ、今の時点からいろいろと追いかけながら、情報発信っていうのもしていきたいなというふうに思いました。これをですねちょっと今収録してるのが今朝5時なんですけれども、ちょっと朝早くてですね、まあ、滑舌であったりとか声があまり良くないかもしれないんですけれども、ということでですね、ご容赦いただければなっていうふうにも思います。はい、まあ、なるべく朝にもですね動画1本上げようかなというふうにルーティンにしようかなというふうに思っていますので、いろいろとネタをですね絞りながらやっておりますので、温かい目でですね見ていただければなと思います。ありがとうございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。